動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子が欲しいんです。この動画面白かったらコメント高評価チャンネル登録お願いします。さて今回は気軽にできる旅行というテーマでやりたいなと思ってまして、どこに向かうかと言いますと、千葉県松戸市にある土壌亭という洋風のお屋敷がある庭園にこれから行きます。で現在地なんですけれども、今ここにいまして、足立区の綾瀬駅です。綾瀬駅、実を言うと常磐線そして東京メトロ両方接続してまして、利便性がとてもいい駅だと僕は思っています。この綾瀬駅をスタートして松戸まで向かいまして、土壌亭ゆっくりと散策してみたいなと思いますので、ぜひ最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきましょう。到着できました。ここから土壌亭までは徒歩で約10分と聞いていますので、ゆっくり向かっていきたいと思います。こちらをご覧いただけますでしょうか。松戸市土壌歴史館看板がありまして、残り 140m のところまで来ました。この坂なんですけれども、土壌御園坂というそうなんです。この先にあるということなので、もう少し歩いていきたいと思います。土壌亭まであともう間もなくです。というわけで、こちらがあの徳川慶喜公の弟君で、水戸藩最後のお殿様だった徳川足利公が建てたという。ちなみに土壌亭の園内の地図はこんな感じになっています。知らなかったんですけど、日本の歴史公園100選の一つに選ばれている国の重要文化財なのだそうで、現在地がここです。今僕は茅葺き門の前にいます。土壌亭は上がってすぐのところにあるそうなので、そしてここには土壌亭に関する説明文が記載されています。
よく見るとここに QR コードがあって、これで数カ国語の翻訳による音声による解説が聞けるそうです。今からこの途上亭をゆっくり散策したいと思います。やってみます。早速見えてきましたね。実は都庁公園にはひなぎしの小道という与謝野晶子の歌を地元の書家の方が編写しまして、それをモニュメントにした石碑がどこかしこに並べてあります。ところどころで展示されている与謝野晶子の歌見つけたらまた写していこうかなと思います。ひなげしの小道が出迎えてくれたその向かい側には松戸市都城歴史館があります。ただこの内部は撮影禁止なので、今回は外側からちょっとお見せするだけに留めたいと思います。よかったら足を運んでみてください。今徳川秋田家公の幕府再興とパリ万博というテーマで展示がなされていますので、お時間ある方は足を運んでみてください。2つ目のモニュメントを見つけました。こちらは昭雲亭という茶室なんだそうです。定期的に茶会などのイベントが開かれているそうです。おそらくあれが お茶室なんだと思います。結構サクサク見つかりましたね。4つ目の与謝野晶子の歌を見つけました。せっかくなのでこちらにも入ってみます。ここはだいぶ広いですね。開けている、あ、これかな、これじゃないですか。ここからでも十分に都城亭の様子がよくわかる感じはしますね。一応復元はしたという話で聞いているんですけど、間違っていたら申し訳ないんですけれども、明治期に建てられたもので、徳川家の邸宅で唯一開放されているのはここだけだという話なので、すごく趣がありますよね。
途上亭にはもう一つの見どころがあるんです。それはこちらの方角にある富士山を借景にしているというアイデアなんですね。いかにも日本的な発想だと思うんですけれども、今日は昨日台風が来てしまったので雲が多いんですけれども、雲がなければこの方角に富士山が見えるんだそうです。では徳川昭武公について僕の知る限りの範囲内でお伝えしようかなと思います。徳川昭武公は嘉永6年1853年生まれ、明治43年1910年、58歳の生涯を閉じるまでにはいろいろな出来事がありまして、まずパリ万博開催ということで幕府の使節団の代表としてヨーロッパに渡っているんです。その時にその立ち居振る舞いですとか、ヨーロッパの人々が見た印象からプリンス徳川と呼ばれたのはあまりにも有名なお話です。さて、じゃあこの途上亭はいつできたのかということなんですが、この途上亭実は徳川昭武公が29歳から30歳の時に建てた邸宅なんだそうです。驚いてしまったんですけれども、この年の昭武公実は不幸がありまして、最愛の奥さんがですね、産後の日立ちが悪くて亡くなってしまうという不幸もあったりしまして、ちょうどその時期に隠居届を出してるんです。そして隠居届を出した前後に建てたのがこの途上亭という邸宅なんですね。ヨーロッパでたくさんのことを勉強されて、また日本に帰国されたものですから、その時の知識経験がこの途上亭には生かされているということなんだそうです。そうそう、地図を見て驚いたんですけれども、この途上が丘歴史公園の隣は千葉大学の園芸学部があるそうで、余談にはなるんですけれども、千葉大学の松戸キャンパスにはなんとフランス式とイギリス式の庭園があるんだそうです。
途上で開いたようなので中入ってみたいと思います。ちなみに入館時間と入館料はこんな感じになっています。地図はこんな感じです。入館したいで、一人なんですけど。というわけで、途上亭の内部に入らせていただきました。これがカニボタン唐草門鉢、明治時代、奥の中庭に置かれていたという当時のものですね。これは金魚の飼育や水田を育てるのに使われたのではないかというふうに解説文言っております。ここには重要文化財の指定書。上空から見た途上亭はこんな感じです。こっち側が入り口ですね。向こう側見えるのが常磐線。そういう立地にあるのがこの途上が丘歴史公園です。中庭見ていただいてるんですけれども、こんな感じになってます。上の方こんな感じで。徳川家の方が作られたにしてはかなり質実剛健というような印象も受けますね。まあ言い方はちょっと悪かったかもしれませんけど。こちらがトイレがあるということ。ちょっと細いところ入ってみましょう。こういうところに苔が入ったりすると雰囲気が立っていいですよね。こっちがトイレです。お手洗いがこうなっていて、おトイレこんな感じになってます。こんな感じになってます。もう一つのもこんな感じになってます。あーここは広い広いな。とっても広い場所。ここが御座所表座敷途上亭の中心。南側と西側が庭園に包まれ、皇室や家族、大切なお客様を迎える部屋と徳川家が暮らす部屋のお居間があります。ぐるりと見回してみましょう。こんな感じで天井の装飾も、そして欄間もこんな感じで、入ってみてびっくりしたのがこの圧倒的な広さ、そしてもう庭の景色。お庭なんですけれども残念ながら降りることはできません。徳川幕府最後の将軍徳川慶喜公が着ていたとされる甲冑のレプリカだそうです。ここには表座敷棟の西から南に芝生が広がるということで、この東屋から天気が良ければこの方角に富士山江戸川見られるそうなんですけれども、お今ここに徳川昭武公日々の生活を送っていたということで、こんな感じになっています。畳の色がね落ち着いた茶色で、これはこれで雰囲気ありますよね。こういうところで暮らしていたんですね。ちなみにこのお部屋、大正10年以降の同築部分、秋武公の孫夫婦が新婚生活時代に朝の洗面所として使っていましたということで、ここに説明があります。中座敷と奥座敷と湯殿と離れ座敷と、こちらにあると思うのでゆっくり見て回りましょう。
ここが中座敷棟というんだそうです。表座敷と奥座敷棟に南北を挟まれ台所棟がある。開口部は西側だけなので値はよくありません。投げ石もないので、ここは他の部屋に比べると格が落ちるというお部屋らしいです。今いろいろな諸事情で放送中止ということなんですけれども、お隣の部屋名前はわからないんですけれども、こんな感じになっています。このお部屋もなんとなく雰囲気ですよ。地図とか屋敷の見取り図とか全然無視してますけどね。こんな感じで障子とかでも芸術的凝った工夫がしてありますね。ちなみにこの床の間部分は復元したものということで、でもよくここまで再現できたもんだなって、いや技術力感心しますね、当時と今と。あ、ここが、そうか、ここと妻を隔てた2部屋奥座敷棟というそうです。ここに秋竹公の5歳の八重という女性が日常生活の部屋として生活していたということで、このように残っているわけですね。こちらが離れ座敷棟ということで、こちらに向かいたいと思います。何かね、こう通路がとっても圧迫感を感じるぐらい狭いんですよ。で、右側の壁には触れないでください。とてもデリケートらしいですね。だから触れないように入ってきました。で、こちらが池があって、向かい側が離れ座敷棟。秋竹公のお母さんがここで生活をしていたということですね。中に入ってゆっくり見てみましょう。さっきの部屋と似たような障子を見つけましたよ。床の間も当時のまま残っているということでしょうか。この部屋はちょっと狭い感じもしますけど、気象条件が揃っていればこの部屋からも江戸川や富士山を眺めることができたそうです。ちなみに離れ座敷にある地図を見るとこんな感じになっています。触らないでくださいって書いてあるので、こういう風にしかお見せできないんですけれども、これもなかなかユニークな作りだなって思いますね。こちらにも行けるようなので行ってみます。あ、ここが、ここは湯戸の、つまりお風呂場です。へえ、昔のお風呂場ってこんな感じになったんですね。いやー、湯船ちっちゃい。湯船が本当にコンパクトでも深さはあるので、これはゆっくりくつろげるお風呂かなって気もしました。壁と天井はこんな感じになっています。ここから手入れされたお庭が見えるんですね。日本で唯一一般公開されている徳川家の邸宅ということで、本当に見応えがありました。こんな風になってたんだ。いやー、これはすごい。
今回の動画いかがだったでしょうか。よかったらコメント高評価チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。